そんな大きな武器使いにくいんじゃないです？ちょっと重いけど、自分を大きく見せるためにはこれくらい必要なんだ。小さいカロル先生がハッタリかますにはちょうどいいな。大きく見せて魔物騙すのね。そういえば小さい魔物は体を大きく膨らませて威嚇するんですよね。そう、それと一緒。で、あれ、僕魔物と一緒？でも見た目を変えたからって中身変わるわけじゃないからな。危険だったらすぐに言いなさいよ。大丈夫だって。僕は曲がりの剣のエースだから。それがそのハッタリの一部じゃないことを祈るよ、俺は。